こんばんは。今日は1月5日火曜日です。ラジオ聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。バンコク都庁は移動の際の検温に協力を求めています。イギリスからのタイ入国が禁止される見通しです。タイ北部はかなり涼しくなりそうです。飲酒運転による事故が増えています。保健当局が非常事態宣言延長を承認しました。それではまず、はじめのニュースです。バンコク都庁は移動の際の検温に協力を求めています。バンコク都庁のソラパ・スパイ事務次官は、バンコク都が県境に設置した COVID-19 新型コロナスクリーニングポイントで、年明け約2万3000台の車両を検問し、1359人の外国人施設労働者を検査したことを明らかにしました。タリンチャン地区の PTT ガソリンスタンド前の COVID-19 スクリーニングポイントは、都内14カ所のスクリーニングポイントのうちの一つです。バンコク当局は昨日、様々なルートに沿ってバンコク都に入る人へ、厳格なスクリーニングを命じたことを発表しました。スクリーニングポイントは、ラクシー地区、全渡良通りにある大型スーパービッグシー、ドーマン地区、ビュパワディランシット通りの倉庫と、ドーマントールウェイ高速道路、ロンチョーク地区、シャルーマハラコン高速道路の下の交差点、バンナー地区、スクンビット通り、BTS スカイトレイン、ベーリング駅近くのエストガソリンスタンド、ノンケム地区、ペットカセム通りにあるアジア大学、バンボン地区、エカチャイ通り、スクサナリー、イタヤ学校などに設置されています。COVID-19 スクリーニングポイントは、バンコク都庁、地区事務所、警察署、国内治安部隊、救助隊、及び関連機関によって共同で運営されています。2020年12月20日から2021年1月2日まで、14カ所のスクリーニングポイントでバスを含む 23,789 台の車両を検問し、乗客合わせて 92,059 人が検温などを受けました。このうち外国人施設労働者は1,359 人でした。各スクリーニングポイントでは COVID-19 スクリーニングシステムと移動追跡アプリタイチャナへの登録が命じられています。新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため、学校、児童発達センター、及びバンコク都庁管轄下にある学校は、一時的に休校措置が取られています。ソラパー・スワイ事務次官は、バンコク都は、レストラン店内で食事をすることは可能だが、新型コロナ予防措置に従わなければならないと、市民に協力を求めました。バンコク都内の生鮮市場への閉鎖命令はまだ出ていませんが、より厳しく予防措置を講じる必要があります。新型コロナの感染が拡大する中、新型コロナウイルス感染症対策センターはレッドゾーンの28都県における移動制限などの感染対策の強化を発表し、バンコク都庁は感染拡大を阻止するべく人が集まる25種のビジネスを禁止することを決めたほか、都庁運営の学校は2週間休校となっています。次のニュースです。イギリスからのタイ入国が禁止される見通しです。イギリスで最初に確認された感染力が強いとされる変異種の新型コロナウイルスの感染者がタイを含む複数の国で確認されていることを受け、保健省は新型コロナウイルス感染症対策センターに対し、イギリス人のタイ入国を禁止するよう要請する予定です。タイでは昨年12月21日にイギリス人4人の変異種感染が確認されています。保健省疾病対策局のオパート局長によりますと、変異種感染の4人と一緒に同じ飛行機に搭乗した人たち全員について検査を実施しましたが、いずれも陰性でした。次のニュースです。タイ北部はかなり涼しくなりそうです。気象局が1月3日に発表したところによりますと、今週タイ北部の寒さと台湾で高波が予想されるとして注意を呼びかけています。中国からの高気圧と強い寒気の影響で
タイ北部では気温が下がり、強い風の吹く見込みです。気温は2度から4度低くなる見込みで、北部と東北部の平野部では最低気温は摂氏9度から16度になる見込みです。山岳部では最低気温は摂氏2度から10度で、一部地域では霜が予想されています。中部と東部の最低気温は16度から18度となる見込みです。北部は涼しい気候となるため、健康に注意が呼びかけられています。台湾と南部にはモンスーンの影響で2メートルから3メートルの高い波が予想されています。台湾南部の地域の波は2メートルから4メートルで、落雷にも注意が必要です。次のニュースです。飲酒運転による事故が増えています。年末年始の休暇中の交通事故の主な原因となっているのが飲酒運転です。このため保護観察局は無責任なドライバーに対し逮捕し、足首に居場所が管理できる電子監視装置を取り付けるなど厳しい措置を実施しています。当局は年末年始の交通事故を減らすため危険な7日間と題した交通安全キャンペーンを実施しています。保護観察局ウィタファン局長は、年末年始の交通事故で最も多かった原因は飲酒運転で、これに次いでスピード違反となっていると発表しました。またオートバイの事故では、直線道路や見通しの悪い小さな村の道路で事故が多く起きているとしています。12月29日から1月1日までの交通事故は2365件で、亡くなった人は267人、怪我人は2362人となりました。最も事故が多かった県は北部チェンマイ県と南部ソンクラー県で、合わせて87件でした。死亡者の数が最も多かったのはナコンラチャシマー県で16人となっています。チェンマイ県では92人が交通事故により負傷し、怪我人の数では最も多くなっています。年末年始の4日間で無責任な運転による検挙数は1028件で、911人が飲酒運転でした。運転しながら飲酒していた人は100人、不注意運転が17人でした。チャイヤプーム県、ウボナチャタニー県、チャンタブリー県、ブリラム県の交通違反のほとんどが飲酒運転によるものでした。次のニュースです。保健当局が非常事態宣言延長を承認しました。政府の新型コロナウイルス感染症対策センターは4日、有効な新型コロナ対策を打ち出すために発布された非常事態宣言を2月末まで45日間延長することを承認しました。これはここに来て感染再燃が顕著になっているためです。非常事態宣言延長は5日の閣議で正式決定される運びです。また関係当局が万国都庁の命令を変更しています。万国都庁は先に新型コロナ対策の一環として、都内の飲食店で客が飲食できる時間を午後7時までに短縮しましたが、関係当局は1月4日プライト首相の指示に基づいてこの時間を午後9時までに変更しました。プライト首相によりますと、飲食店の営業を午後7時までに制限するとの都庁の指示については、タイレストラン協会から政府に苦情が寄せられていました。新型コロナウイルス感染症対策センターでは4日この件について検討が行われ、飲食店は午後9時まで営業可能との点で意見が一致し、これを受けプライト首相が5日から午後9時まで営業可能と発表しました。新型コロナの感染再拡大を受けて、飲食店で客が飲食できる時間が午後9時までとされ、飲食店でのアルコール飲料の販売も制限されることになりましたが、レストランビジネス協会のラッター会長によりますと、新たな制限措置のせいで飲食店の売り上げは 45% 程度減少する見通しだとしています。この措置が1ヶ月以上続いた場合、従業員の多い大型店は非常に大きな困難に直面することが予想されています。さらに飲食店の売上減少が関連ビジネスに影響を及ぼし、失業者がさらに増加することが懸念されると指摘しています。しかし外食チェーン大手の
マイナーフードグループによりますと、飲食店すべてが営業停止を余儀なくされた昨年の全国的ロックダウンに比べれば、今回の感染再拡大対策の影響はさほど深刻ではないとしています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。